ミゲル・エメヒアはアメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルクリンク出身のプロ野球選手。2019年現在はメキシカンリーグのカンペチェパイレーツ所属。埼玉西部ライオンズ在籍時は登録名をミゲル・メヒアとし、略称はファーストネームのミゲルを使用、ユニフォームのセネームもミゲルとなっている。台湾球界での登録名はヨネキチア・ MM だった。 高校は、プエルトリコの野球アカデミーで過ごした。その後、フロリダ国際大学へ進学する。2009年にデトロイトタイガースと契約を結んだ。この年は、ルーキー級、ガルフコーストリーグタイガースと、A 級レイクランドフライングタイガースで、計算試合に登板した。2010年は、A-9 コネチカットタイガースと A 級、ウェストミシュガンホワイトキャップス。 A 級レイクランドフライングタイガースでプレーした。オフに対談した。2011年にフロリダ・マーリンズと契約を結んだ。この年は A-9、ジェームズ・タウン・ジャマーズで6試合に登板したが、不審で解雇された。その後、独立リーグであるアトランティックリーグのブリッジポート・ブルーフィッシュと契約を結んだ。ここでは13試合に登板した。その後、 フロリダ・マーリンズに復帰。A 級グリーンズボロ・グラス・ホッパーズでプレーした。オフに対談。また、第39回アイブフワールドカップのプエルトリコ代表に選出されている。2013年3月に CPBL の兄弟、エレファンツに入団。先発で18試合に登板し、5勝8敗、防御率3.39。中継ぎは3試合で0勝1敗だった。オフには、 北海道日本ハムファイターズの入団テストを受験するも不合格。2014年1月28日にラマゴモンキーズへ移籍。抑えに転向し、5勝1敗35セーブ4、ホールドを記録、最多セーブのタイトルを獲得した。台湾では2年間で通算76試合登板で10勝10敗35セーブ、防御率2.55だった。 2014年11月、テスト制として、NPB の埼玉西部ライオンズの周期キャンプに参加するため、エスメリングバスケスと共に来日した、11月13日に、バスケスと共に西部との契約合意が発表された。2015年は主に抑え候補として期待されたが、高橋ともおのとのクローザー争いに敗れ、開幕は2軍スタートであった。故障もあって1軍登板は、 わずか4試合に終わり、同年10月2日に球団から契約を解除すると通告したことを発表された。10月8日に自由契約が公示された。2015年12月21日にシカゴカブスとマイナー契約を結び、2016年はカブス参加でプレー。12月10日にカブスとマイナー契約で再契約。2017年開幕前の2月8日に第4回。 WBC のプエルトリコ代表に選出された。3月22日の決勝アメリカ合衆国戦に敗戦し、2大会連続で準優勝となった。レギュラーシーズンでは、前年に続き、カブス参加でプレー。オフに自由契約となり、11月17日にメキシカンリーグのメキシコシキレットデビルズと契約。 2019年6月20日にメキシカンリーグのカンペチェ、パイレーツと契約。150キロを超えるストレートが武器で、スライダーやチェンジアップを投げることができる。埼玉西部ライオンズでは、同じチームにエルネスト・メヒアが在籍していることもあり、球団の勧めで、ファーストネームであるミゲルを登録名とした。ありがとうございます。